日本兵庫県神戸市東灘区、魚崎浜町業、崎浜町は、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、大阪湾に浮かぶ、人口と神戸東部第三航区の全域である。北から北西にかけては、魚崎大橋と東魚崎橋により、魚崎南町と東は、阪神高速道路5号湾岸線の東、神戸大橋と深江浜で入り口で、 隣の人工島神戸東部第四港区の深江浜町と南は同線の六甲アイランド橋と六甲アイランド北で入り口で人工島六甲アイランドの紅葉町東と南西は同じく紅葉町西と西は同線の住吉浜で入り口で隣の人工島神戸東部第二港区東部の住吉浜町とそれぞれ隣接するこの人工島は 昭和36から43年度に、住吉地区内の六甲山腹の渦森を市が、住吉学園から買収し、101億円の公費をかけて、そこから1480万平方メートルの土砂を、住吉川川底のダンプ専用道路で運搬し116ヘクタールを埋め立てたものである。この町名は、昭和四十年に、当時の魚崎町横ざはま横屋地先の、 こういう水面の埋め立て地に名付けられた。町名の設定がない単独町名であり、住居表示は未実施である。平成17年国勢調査における世帯数は14、人口111で内男性99人、女性12人。全域が工業地域である。下水処理とバイオガス生成を行う東灘処理場の消火タンク。神戸バイオガスも参照。 ありがとうございます。